800 主な商品どういうのでした？主な製品、私は、うん、そう、あのね、金になるのはやっぱりトマトや。トマト、あ、うん、トマト、年一作はトマト作っとったね。あ、そう、人の作らん時に作ると、うんうん、莫大な金入る、ね、うん、人の作らん、いっぺんにトラクター1で、うん、あの、うん、トラクターやあのトラックくらい買える金額になるんだもん、うん、人が作らない時に作るっていうのはどういう、霜の降る時、うん、それはどうやって、ま、ハウスかなんか作るんですか？ハウス作るなんて、ハウスなんてね、うん、そのビニールがない時代だから。ビニールがないね、うん、どうするんですか？冷たいとできないじゃないですか。あのね、うん、煙、うん、煙、煙、うん、煙で、あの火つけるわけよ。おがくずとかね、ゴミ、あの草をいっぱい買ってきて、枯れ草をあの置いといて、はい、霜の降るときにそこに火つけてあるわけよ。一晩中ね。一晩中ね。だからおがくずを、いっぱいもらってきて、なるほどね、どうしてそのそうかそうか、すごい、ね、風によってはやられるんだけどね、うん、もうとにかく一晩か二晩だから。何がですか？その霜が。ああ、そういうことか、うん、あ、そうかそうか、それをあの乗り越えたら、あ、そうか、霜だけ乗り越えればトマトはできるわけですね。そうそうそう、その時その時だけおがくずで煙の壁を作るわけだ。そう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 、でその霜の降りるっていう時は風がないわけ、はいはいはい、風があると霜は降りないわけ。なるほどなるほど。で風がなくて気候が下がるだろう、うん、気温が下がる、うん、ちょっと緩んでしまう、うん、煙を上げるとそこら中煙だらけになってしまって、それで結局霜が降りるんだ。煙のドームを作るんだと、ね、そう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 、すごいね、よく考えるね。なるほどね。それで真似する人は出てこなかったですか？ああ、もうすぐよ。すぐ真似された。すぐ。あ、そう、ま、何でも真似されたね。あ、そう、そうかそうか、うん、こう、なんていうの、神戸ってね、その、うん、葉っぱ、神戸ね、うん、の大きな葉っぱね、それはね、はい、小さな、こんな葉っぱなんだけど、うん、現地の、この昔からあるのと、うん、それとその交配したのよ、うん、花でもってね、うん、そうして、私は神戸砂糖というのを作ったのよ、うん、神戸砂糖ね、うん、なるほど、はい、それで、うん、花がつかんのよ。うーん、種は、種ができない。できない、なるほどね。めったにできない。めったにできない。全部は脇芽でね。うん、なるほどね。脇芽で。そうかそうかそうか。それでその苗を売ったり、うんうん、それからその引っこ抜いてね、うん、あれ熱するとなんぼでも芽が出るから。あ、そうなんですか。種がなくても大丈夫なんですね。そう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 。なるほどね。それでその、うん、それをいかにも俺が作り出したみたいにしてね、うんうんうん、本当は原種は現地のものをちょっと改良しただけのことよ、うんうんね、本当はね、本当はね、うん、それで神戸砂糖ちって、うん、そうしたらまあその売れがいいもんだから、うんうん、まあやわい、ちょっと普通のものよりやわいわけやね、うんうん、それとブラジル人はなんていうの、フェジョンワダに神戸を入れるじゃないですか、うん、ね、はい、一緒に食べますね、うんうん、そんなんでその植えたらしいんだよね、うん、あ、少し柔らかいんですね。柔らかい、普通のものより、ね、そうかそうかそうか、青い国では、うん、あんなもんもっともっと葉っぱも綺麗だしね、そうかそうか、まあね、いろんなことやったよ。嘘。